今日は着物のお手入れキャンペーンについてお知らせします。はい、秋の着物シーズン、随分着物を着る方が増えてきているようです。うちの店の動画の再生回数でですね、着物の畳み方という再生回数が増えているのを見ると、やはり着物シーズンなんだなというのを感じています。で、着物を着たらどうしなくちゃいけないか、お手入れしなくちゃいけないですよね。はい、ということで今月は17日から1週間程度うちで着物のお手入れキャンペーンを開催します。丸洗いが通常5800円から7800円のところ3800円で受け止まります。またそれに付随して汗抜き、シミ抜き、カビなんかも通常よりもちょっとディスカウントした金額でさせていただきますので、気になる着物をお持ちの方はですね、ぜひお問い合わせください。また、今年の6月から開始してますオンライン着物お手入れ相談会というものについても定期的にお客様からお問い合わせいただいてますので、こちらの方もぜひご参照ください。うちの LINE 公式なんていうのも始めまして、そちらから着物のお問い合わせもちらちら出てきているような感じです。通常日中お勤めなので非同期型の連絡方がよろしければ、LINE 公式こちらの QR コードをお読みいただいてですね、それで連絡取ってもらう方がひょっとしたらやりやすいかもしれません。はい、ここでポイント、よく聞く話で市民的なキャンペーンに行くとそのキャンペーン金額で終わらなくて、どんどん市民的が加算されていって、3800円のはずが何や知らんけどその着物の市民的代が5枚になったというような話をよく聞きます。うちの店では基本的にご提案いろいろ申し上げるかもしれませんが、そのキャンペーン金額だけで全く問題ありませんので、怖がらずにぜひ商品を出してみてください。はい、もちろん検品させていただいたときに他の汚れがあったらこれはどうしますかということで、逐一、お客様に質問させていただきますが、もし気にならなければそのまま丸洗いだけで結構です。はい、いずれにせよ着た着物はきちんとしまいましょうということです。はい、今日は着物お手入れキャンペーンについてお知らせしてみました。